元気さまですクルースの平です、えー、本日はですね、えー、昨日ちょっと、あのー、触れて、まあ、ちょっとそのままやったらですね、あ,のー、あまり当申とかによろしくないなというふうに思ったので、えー、フォローを入れておきますけれども、まあ、全然フォローになっていないと思いますが、当親衛生部校になぜ浪人生が集まらないのかということですね、はい、これは一体何なのかっていうことですね、学校でこれこれ、だから当親、まあ、には浪人生が集まらないと。 別に学校の先生がねあの、浪人して投資には絶対行くないよとかいうふうに言ってるちゅうことはないです。はい。ということで、えー、そうですね。あの、まあ、今日はちょっと福岡大学を、えー、後期試験の日ですかね、今日がね、確か。はい。ということで、まだまだ、あの、後期試験の日程はこれからも続きますから、もうちょ,もうちょっとだけ、ちょっと浪人生の話はやっとった方がいいだろうなというふうに思ってやっております。はい。ということでですね。 まああのもう先にネタバラしというかですね、言っておきますと、なぜですね、えー、高校生は答申に通うのか、なぜ浪人生は答申に通わないのかというと、まあ、要するにですねその質問ができ,ないできるかできないかなんですよね。うん、でも、高校生だって質問したいじゃないですかと、ね、高校生だって質問したいのに、ねえー、なんで浪人生だけ行、ねえー、かないのっていうふうに言うたら、高校生というのは、 学校でまる学校の先生に質問できるんですよね、はい。ということで、高校生は学校でちゃんとね、もう毎日毎日毎日学校の先生に質問するような、そういう優等生ばかりが集まってるのがやっぱり答まあ、あるいは大手の塾予備校ですよね。うん なぜ高校生の時に大手の塾予備校、まあ、あるいは当診みたいなところ、そういう大手の、ただ授業をこうやってるだけっていう感じのね、そういうところにみんないけるのかっていうと、学校の先生からのフォローが入るっていうことがみんな分かってるからね、だから大手の塾や大手の予備校にあの高校生たちとかね、通うことができるわけですよ。でもこれがですね、その学校の先生にちっとも質問しないとかいうような生徒が、 行ったらもうこれ終わってしまいますからね、だからそういう生徒たちは絶対行っちゃいけないんですよ、だからそういう生徒たちはちゃんとその個別指導をやってくれるような塾とか、あるいは家庭教師を雇ったりとか、そういう形でやらないといけないんですよね。うん でこれに関してはその,その生徒の能力そのものがとかいう問題じゃなくって、教科にもよるわけですよ。私の場合、高校生の時数学得意だったから、数学に関しては学校の先生に質問してたんだけど、苦手な英語とかはね、その分からないところが分からないから、質問のしようがないというような状況があったので、もう追い詰められてですね、もう最後の最後でそのがあの、通っていた予備校の先生がね、あの もう見るに見かねて、ちょっと英語の先生つけてあげるから、毎週一回ね、個別指導してもらいなさいっちいうようなことでですね、特別にそのやってもらいました。もう私が通ってた九州英数学科の私は数学は2番でしたからね、浪人生たちを全部追い抜いて、2番の成績をずっと取り続けてましたから、そんな数学がそこまであるんだったら、まあこれは高科大学に現役で合格するかもしれんなっちいうようなことでね、ちょっとあと英語が問題だから、英語ちょっとやっとった方がいいやろうっていうね、数学が70代の偏差値。 でえー、物理の方が50代の偏差値、ね、で58の高科大学の応用数学科を受ける場合に、まあ、あと40代の英語が問題中いうこ英語ちゃんと50代に上がりましたよ、うん、52とかでしたけどね、うん。だから、そういうのは個別指導とかをちゃんとやってくれるような、そういうところじゃないといけないということで、まあ、浪人生になった時にね、あこれはちょっと答申に行ったらまずいと。 ね、浪人したら、もう学校の先生とは切れちゃうわけですから、学校の先生に質問できないわけですよね。となると、ちゃんと質問できるような先生が揃っているような、そういう予備校に行かないといけないということで、今年うちに来ていたね、あの浪人生の子が、もう英語だけはどうしても苦手っていうことでね、ずっとうちの英語の先生に個別指導で受けていたようにですね、そういうふうにちゃんとこう目の前に先生がいると、ね、こ、えー、言葉のキャッチボールができるような状態を作っておかないと、まあ、非常にね、浪人生にとっては不安なわけですよ。うん だから逆にね、そのまあ、現役生に関してはもう当然ね、東身とかあるいは三大予備校とか行くような生徒たちというのは、毎日毎日学校の先生にちゃんと質問をできているような、そういうふうな優等生たちが揃っているわけなので、大丈夫だと思うんですよね、それは。 だから学校の先生に全然質問できてないというような子が、ね、そういう大手の塾や予備校に行ったらダメなんですよ、はっきり言ってね。はいまあ、そういうのがありますんで、まあ、うちに来ているような、ね、生徒たちっていうのは、やっぱり学校の先生に質問できてないような子たちが多いですので、で今度はね、久留米市習室でちゃんとね質問しなさいよっていうにやってきたんですけどね、10年以上、うん、やってきたんですけど、できないと、やっぱりできないと。だから学校の先生に質問できないというのはもう、ね、塾や予備校に行ってもやっぱり質問できないんですよ。 うん、だからどうするかっていうと、個別指導でもう先生の前に座らせると、先生の前に座らせると、ね、そこでやっとあの、これ質問があるんですけどって感じなんで質問しないんだろと <laughs> 言うんですけどですね、いや、ちょっとみたいな感じで、いろいろいろ言い訳してですねあの、勉強から離れていくというか、うん、分からないのがあるんだったら、質問しなよっていうようなことですけどね。 特に英語とかはちょっと質問しにくいとかあると思うんですけど、数学とかね、解けるか解けないかなんだから、解けなかったら質問すればいいじゃんっていう,うことなんですよね、うん。というふうなことで、まああの、そういったところがありますが、まあ、そうですね、何だったかな、ちょっと言いかけ,いかけたんだけれども、まあ そういうふうなところがあるから、答申ではですね、私が30年前に答申を始めたときには、先生たちをね、20人ぐらい雇って、500人生徒がいましたから、20人の生徒を、二十人の先生を雇って、大学生の先生とかね、いろいろ雇って、そして、えー、個別指導もちゃんとやって、そして浪人生でも集まれるようにしなくちゃね、ちなことでね、浪人生も20最、初年度10人でしたが、2年目20人ぐらいまで増えたからですね、そういうようなちゃんと個別指導をやってあげられるような、 な体制を取らないいと等身みたいにその映像授業だけだとこれまずいよねとだから普通の塾とか予備校みたいにね普通にこう高校生とかに授業をやってるような方がねまだ授業が終わった後とか休み時間とかにこう個別指導っていうかね生徒たちの質問対応とかができてるわけですよだけどもまあ当身の弱点というかですね私が30年前に。 始めた九州で一番最初に始めた都市園整備校とかはもうその映像授業だったからもう質問とかができないということでもう受けたら受けっぱなしみたいになっちゃうからですね。うん、ということでまあそういうふうなことをやっていたわけですね。さ,さあさあさあちょっと今から小学生の授業が始まりますので小学生は車でちょっと話しましょうかねということですが <laughs> まあその何て言うのかな まあ、昔ですね、えー、私が投資演部をやっていたときに、まあ、水木学園の方も投資演部を入れたんですよ。うん、で、き、え、のー、ちらっとですね、投、あ、資、のー、が特待生やってるよねとかですね、でそういうふうな大手の予備校とかが合格実績出せてるのは特待生で、えー、全額無料にしているから、ねえー、そういうような優等生はもうみんなね、あのー、大手の塾とか大手の予備校に全額無料で、えー、浪人生活を できるようにしているから、まあ、それで、えー、そういうふうな、ね、あの合格実績が出てるんだよという話をですね昨日したんですけど、ちょっと思い出したんですが、まあ、水木学園で <laughs> もう潰れましたけれども、まあ、昔ですね、三大予備校が福岡に乗り込んでくるまでは、福岡県内でナンバーワン、ナンバーツーの予備校争い中だいうの、ね、は水木学園と九州エース学館だったわけですよ。まあ、どちらも私は通いましたけれども、まあ、その時にですね、えー、水木学園の方が、 まあ私は高校2年生の時に行って、ですねあこれダメだめだううに思って、ですねもう面倒見が悪いとうう思ったので、やっぱどうしても優等生が集まっている水木学園と、まあ、劣等生が集まっている九州ス学館という,ような構図だったんですよね。河合塾とかヨゼミが乗り込んできたので、もう全部優等生が河合塾とかヨゼミに行っちゃって、で水木学園が一番食らっちゃってたわけですよね。厳しい状況になったわけですよ。うん、なのに、その体質は相変わらず,変わらずにですね。 うん、もう、あのー、そういうふうに生徒たちに対する面倒見が悪いというような状況があったわけなんですけれども、まあ、それで水木学園、私辞めて、で九州衛生学,学館に行ったら、さっきみたいにねその英語の先生をつけてくれるとか、いろいろそういうような配慮をしてくれるようなんですね面倒見のいいところでした、あそこは。うん、なので、今でも生き残ってますよね、九州衛生学館は。で、えー、その特待生の話なんですけど、まあ、水木学園の方にも、ですね東進衛生部校が入ってたので、まあ、その東進衛生部校の方がその まあやっていたときね当身の担当者とずっと私は、やり取りをやっていたわけなんですよ、いろいろ情報交換とかですね、やり取りをやっていたときに、水木学園の,その担当の先生から、もう水木学園潰れそうですって言うわけですよ、なんでって言うたら、生徒集まってるやん中に言うたら、ですねいや、集まってるには集まってるんですけど、なんちゅうかな、生徒数がもう6割ぐらいになっちゃってと。 まあ6割ぐらいになっちゃったかもしれないけど、ちゃんと6割も生徒が集まってるな、なんとかなるでしょうっていうのは話をしたら、いや、実はその6割の生徒たちって、ほとんどがその特待生なんですよ <laughs> ということで、そのまともなあの特待生じゃない普通の生徒はもう近寄らないわけですね。 も,もっと言うならば、もう水木学園じゃなくて、九州 S 学館とかの方に行っちゃってるわけですよ。うん。あの、そういうことであればってうことですね。もうだからもうあの、来てる浪人生たちっていうのは、もうみんな特待生なんですよと。だからもう全くお金が入ってこないんですよってなっでですね。もうこれでもう、あの、なるほどなと思ってですね。だから特待生をやれば、その、 塾や予備校が良くなるのかっていうとそうでもないわけですよ、うん、だからそういうのはねあの、やらない方がいいと思ってます。だからうちなんか絶対やりません。あの特待生とか、そういうのはやってません。はい、ということで、えー、そういったところを一つね、押さえておってもらった方がいいと思うのが一つとですね、あとやっぱりですね、あの水逆園の,その担当者が偉い。 辛いっていう,ようなことを言ってたんですけれども、その美月学園とか予備校なわけですよね、もともと、もともと浪人生を扱っている予備校に高校生専用の投資遠征部校がポンと入ってきたもんですから、でそこでもうバチばちけになっちゃうわけですよ。 うん、で一番喧嘩になっていた理由としては、その予備校生たちが、その答申の授業も受けるようになって、あんだ、水木学園の授業より、答申の授業の方がいいじゃないかみたいな感じで、ですねそっちの方にこうにのめり込んでしまうようなところがあったから、その当然、水木学園の先生たちからすると、もうイラいイラと、なんだ、あの答申なんかくだなみたいな感じでね、ね喧嘩になっていたというのは、まああったわけなんですけれども、まあこれね、あの同じようなことはあるわけですよ。 何度も言ってるように、投資が入っているような、あるいは投身に限らずなんですよ、いろいろあるじゃないですか、デッドアップだとかなんとかかんとか、いろいろなその高校生部門の映像授業みたいなのが、今、いろんな大手の塾とかね、えー、そういうような、まあ、大手じゃない塾とかでも、いろいろ高校生用の映像授業が入ってきて、そうするとですね、大概そういうのっていうのは、小中学生をやってる塾に入ってくるわけですよね。う,ん、うちみたいに、基本的に小中学生あんまりやってないというようなところには入ってこないんです。 うん、でそうなると、まあ、大体どこの塾さんもね刀身とかが入ってる。 塾っていうのは、どこの塾も大体小中学生メインのところですから、この小中学生部門があ一番ということで、そんな高校生の部門とかね、もうどうでもいいみたいな感じになっちゃってるところがあるので、ここで喧嘩になるわけですよ。ねふざけるなと、どっか行けみたいな感じで、ね、投資衛生部校、うちの塾からどっか行ってしまえというような感じで、そのどこの塾もそういうのねあね、小学生や中学生の部門が投資 とかねそういうような高校生部門に対してバシッとや,あのやっちゃうわけですよ。その水木学園の浪人生部門がメインだと浪人生の方でバチンとねあの、高校生部門をやっちゃうというような感じで、まあ、どうしても高校生の部門っていうのは、もうサンドイッチにあの挟まれるというね叩かれるというか、非常に苦しい立場に立ってますので、まあ、 何度も言ってるように、そのこの日本国内で一番やってはいけない仕事っていうのはね、一番ブラックな仕事っていうのは、東進衛生備工の担当者ですよと、投、ま、資、あ、に限らずです、こういう高校生部門の担当者ですね、高校生部門の責任者というか、まあ、私はそれをずっとやってきてるわけなんですけれども、これに関してはもう全くね、あのー、なんちゅうか理解がないですよっていうなことはね、あのー、それはしっかり抑えておく。 本当に理解があるようなところであれば、経営者とか経営幹部が先頭に立ってね、そういうような投資とか、まあ、高校生部門ですね、いろいろな映像事業が今入ってますけれども、そういうところにね、経営者や経営幹部が入るはずなんですけど、まあ、どこもかしこも見ていっても、高校生部門に対して経営者や経営幹部がタッチしてるような軸ってほとんどないですよね、ちいうことです。 うん、だから経営者や経営幹部が、ね、先頭に立って、ね、高校生部門でやってるっちゅうような塾とか予備校があればそこに行くべきです。はい、そこが一番大事なの、うん、塾の選び方っう。 ちょっと10分過ぎたので、まあ、そういう予断をしていますけれども、はい、まあそういうのはですね、あのどこの予備校を選んだらいいですか、浪人するときはとかですね、まあどこの塾やどこの予備校に行ったらいいですか、高校生はみたいな感じの話をしますけれども、ちゃんとですね、そういうのはもう経営者でも経営幹部でもないような、ねえー、もうこの前なんかも聞いた話は本当ひどかったけれど、大学生のアルバイトがその高校生部門の責任者だったりするんですよ。大学生のアルバイトがね、もうそれぐらい。 地位が低いんですよ高校生を扱う部門っていうのはですね。はい。だからどこの塾もどこの予備校も小中学生部門がメインであって、あるいは浪人生部門がメインであって、高校生なんていうのはどっか行けとね、うちの塾、うちの予備校には高校生はいらないんだみたいな感じでなっちゃってる一部ですね。はい。だからちゃんとその、 高校生の部門に対して、まあ経営者、経営者はちょっと無理かもしれないけれども、経営幹部の1人がねちゃんとそこを責任者をやってるとか、あればいいんだけれども、なんか大学生ぐらいがね、ね大学生のアルバイトぐらいが責任者やってますよとか言って、ねあのー、保護者の方がびっくりして、もうそこの塾はちょっと入会するのやめましたって <laughs>、来られたんですけどですね、ねそういうふうなことはちゃんと分かっておいたほうがいいと思います。ものすごくね高校生の部門っていうのは、まあ、ほったらかしになってますよ。ちなみに 投資とかだったらね、まあ、高校生の方がメインだから、投資とかに行っても、浪人生中なかなか、それは扱いは厳しいだろうなっていうのはありますよね。はい、ということで、まあ、大体そういったところは以上でございます。そろそろ来るかな。はい、ということでですね、まああのー、やっぱり、すごくですね面白いなと思ったのが、やっぱりそのこう今のですね学生は本当に勉強してるんだけど、日本の場合、社会人が勉強しないんですよ。 アジアで一番勉強しない社会人といえば日本人であると。だからもう前にも言いましたね。あの1万円ちょうど、うちがね、えー、自習室のみっていうようなことになると、あそうだ、一つ言い忘れたった。あの き今日のタイトルのことなんですけれども、まあ、その学校でちゃんと質問ができる子たちっていうのが、ですねうちの久留米自習室に、自習室利用のみっていう生徒がいますよね。自習室利用のみっていう,ような生徒たちっていうのは、なんでそれが成立するのかっていうと、学校の先生にちゃんと質問ができる子たちなんですよ。だ学校でね、ちゃんとわからないことは習って、そしてここには自習をしに来てね、ね進路指導とかそういうような指導を受けるだけで。 ここでその個別指導をを受けるる。必要性がないい状態を作ってるつまり大手の塾や大手の予備校に行くような生徒たちと張り合えるような生徒たちっいうのは久留米自習室に来た場合でも自習室のみ利用とかねさっきの,その小郡高校でね、えー、昨日言ったかな小郡高校の定期テストで学年一位になったことがですね、まあ、そういうふうな形の子たちっていうのはちゃんと学校で質問できているからできるんです。 いやそういうい学校で質問できている子は、ね、東進とか大手の塾予備校とか、ね、あるいはうちだったら自習室利用とか、それができます。はいまあ、そういういことで、すね、はいでえー、とちょっと話を戻しますと、まあ、前にも言ったと思いますけども、もうちの自習室っていうのが、えー、何年か前は1万円だったんですね。ね月謝が1万円だったわけですよで。これは高いというふうに感じます。人間の脳,脳科学から言うとね。 でも今ですね、1万1000円にしてるわけですよ。1万1000円にすると安いというふうに感じるんですよ。結構保護者の方たちのなんかの反応では、あ消費税があの10%つくんですね、みたいな感じで1万1000円ですねという形でスッといくんだけど、人間の脳というのは、このゼロがいっぱい並んでるような波数というのは、ものすごく嫌がるんですよね。だから あの何年か前かあの若い経営者の方で天皇陛下から賞をもらっていた経営者の若い経営者の方がいたんですけれどもこの人が自分の出身地である東村山だったかなにその1億1円寄付してるんですねもうこれがあの最年少の一番高額寄付金とか何とかっていうことでなんかそれも結構その天皇陛下から賞をもらう上での まあ、きっかけになったらしいんですけれども、はい、でこれもやはり脳科学をよく分かっていると思うんですよ。だから1万円あの寄付しましたらと、もう全然反応ないんですよ。はあ、1万円ですかそうですかあ 1, 万 ?1 億円ですか ?1 億円ですかああそうですかっていうようなことでね、あのー、反応がないんだけど、この人は1億1円払ってるんです、ね、払ってるから寄付してるわけですね。そうすると、え1円というようなことで、やっぱりみんなの印象に残るわけですよ。だからそういうふうにすると、 やっぱり人間というのはですね反応が違ってきます。そういうふうに,に人間の脳科学っていうのがあるので、ね、えー、外国のねアジアの国々の社会人っていうのはね社会人になると同時にこういうふうなことをしっかり勉強してます。だから強いんです。で日本はもうめちゃくちゃに今やられてますねアジアの国々。 さあもうそうですよ、日本人ほとんどこういうの勉強してないから。<laughs> だから私なんかは勉強してるから、1万円だとまずいということで、1万1000円という形で、ね、今、実習室の方はやってますけれども、まあ、そういうふうにすると、ね、1万円は高いけど、1万1000円は安いというふうに、なんか人間の脳はそういうふうに反,反応するんですよね。うん、だからそういうようなところがありますので。 波数を作っておくっていうことは大事ですよっことです、ね。ゼロを並べたらいけませんよとか、まあ、こういうことを、ね、中卒や高卒の人たちはめちゃくちゃ勉強しています。でも大卒の人たちっていうのは、もうふんぞり返ってるのにありません。もう高校を卒業したらすぐね、こういうふうな勉強を始めないといけないんですよ。 うん、こういうようなことは、ね、いっぱいありますから、ノーカーとかなんとか、もうビジネスで役に立つようなことっていうのはいっぱいあるので、まあ、当然ね、みんな YouTube とか使って今、ビジネスの勉強を、高校の卒業式も終わったことですから、早速始めてると思いますけどね、こういったの大事ですよというふうなことは押さえておいてください。はい、ということでですね、えーまあ、なぜ、投、え、資、ー、に浪人生が集まらないのか、そこら辺をしっかり考えて、自分に合うか合わないか、ね ちゃんと質問ができてますかと。学校で質問できてるなら、そらね、答申とか行っていいと思いますよ。と。あるいは、うちのね、クルメ自習室の自習コースでもいいと思いますよと。ね、私はクルメ自習室の自習コースに向いている生徒なんですとかいうようなことをね、大見張ってやってくる子たちいるんですけれども、全然学校の先生に質問ができてないから、成績上がらないんですよね、そういう子は。ちゃんと学校の先生に質問できる子だけが、答申とか、うちの。 実習ととかに来るんでですよっていうことでねはい、20分経ちましたから、もうこの辺にしておきましょう。はい、ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていけまチャンネル登録お願いします。下の方には私のブログ、おしいと電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい、ということで、以上です。